じゃあちょっと最後にアミちゃんの人生相談を5分間だけ。あ、そうだ。じゃあちょっと人生相談、あと4分だ。あ、人生相談って考えたじゃなくて報告なんですけど。じゃあいいよ、して報告してよ。もしかして初めて。えっ、いや、そんなあれじゃないですけど、うん、初めて面と向かってブサイクって言われました。誰に？ツイッターのリプで。おいおいおい、彼氏ができただと思うじゃん。俺たちキスしたとかって発言してた。リプじゃないかな、引用リツイート、うん、で初めてブサイク。誰に？知ってる人？知らない、全く知らない人に。誰だよそいつ、連れてこいよ。でどういう風に書かれたの？なんか何に対して書かれたの？あ、なんか私が前にその渋谷で変な人に話しかけられたっていうツイートしたんですよ、うん、なんか私が、いや、なんか怖かったっていうかは、なんか渋谷で人待ってたら、あ、書いてたね、はい、待ち合わせなら俺が一緒に待っててあげるよって言われて、なんかまあびっくりしたみたいな話を書いたんですよ。したらそれでなんかいろいろ皆さん反応してくださったんですけど、パッてツイートの通知見たら、そこに、なんだかな、ブスほどナンパ自慢をする、あるあるですねって感じです。いやー、嫌だね。これ一瞬分かんなくて、自分が、嫌なこと言われてるって、どういう意味なんだろうって思って、で お姉ちゃんに、バイト前にそれを送ったんですよ、これ私がブサイクっていうことって聞いたら、バイト終わったらお姉ちゃんが電話かけない、不在着信ポコポコってきてて、です。許せないねみたいな、通報しといたよって言ってました。その人はどういう、なんていうの、もうなんていうの、裏垢じゃないけど、そういう、あ、もう普通の感じでした、ね、名前で、でしかも私なんかすごい傷、そこがなんか気になった、なんかそこまでコメントすることだったんだと思ったのが、その人のツイート見たら、私以外全員なんか悪口書いてるわけでもなくて、コロナのなんか、んたらかんたらみたいなことを書いてる人だったから、なんで私単品でこんな急に悪口言い出したんだろうっていうぐらい、だからまあクズなんじゃない？だから本当にびっくりして、なんか、どこから繋がってたのかもわからないんですけど、その人、こいつはもうだから童貞です。あ、童貞かもね。言いたい、最近携帯持ったんじゃない？そう最近携帯持った48歳童貞です。とんでもないな、48。そう中2とかじゃないんだ。違う最近携帯持った48歳の童貞です、やべえやつ。いるんですね、そんな人。そんな人いるんです。でもなんか早友さんが前に言ってた、そのひどい言葉の方が印象に残るっていうのを、初めて実感しました。ああ、そうでしょ、はい、俺ひどい言葉じゃないけど、この間なんかコロナのなんか緊急事態宣言延長で、なんか東京23区は悪いねみたいなことめっちゃ書かれてたから、そんなに23区が悪いんだったら、23区ドームで囲って夏中エアコンつけてくんねえかなっていうふうに言ったの、そしたらなんか賛成とか、それいいですねとかリプ来てる中に、私に彼氏ができるか占ってくださいって全く関係ないだってね、マジで関係ないリップ来たから、彼氏ができるか占ってください。すごいっすね、それね。すごい。ちょっと知らねえよね。マジで知らねえよ。なんで思いの。ちょっと早友さんに言うのもおかしい、なんかあれですよね。あれはマジで。俺に言ってもらえるの。びっくりした。はい、まあそんなこんなで。そんなこんなで。せーの。このチャンネルが、ちょっとわかんないんで言ってくれてないから。じゃあ私が言いますね。はい、はい、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。コメントもお待ちしてます。バイバーイ。こんな感じ。どうぞどうぞ。